かわいい子犬ダルメシアンの面白いお話。ある日、ダルメシアンのかわいい子犬が生まれました。その子犬は真っ白な毛並みに黒い斑点がとてもキュートでした。子犬はまだ小さく、お母さん犬と一緒に暮らしていました。お母さん犬は子犬をいつも世話していましたが、子犬はやんちゃで、お母さん犬を困らせることが多かったです。とある日、子犬はお母さん犬に見つからずに外に出てしまいました。子犬は自由に走り回って楽しそうにしていましたが、そのうちに気がついたことがありました。子犬は自分が斑点で覆われていることを初めて知ったのです。子犬は斑点にとても興味を持ち、自分の姿をよく見るようになりました。子犬はびっくりすることに、同じ斑点の模様をした犬たちもいることを知りました。子犬は仲間を見つけ、とても嬉しそうにしていました。その後、子犬は家に戻りましたが、自分がダルメシアンであることを誇りに思うようになりました。そして、お母さん犬に甘えてしっかりと成長しました。この可愛いダルメシアンの子犬のお話を聞いて、皆さんはどんな気持ちになりましたか？このような可愛らしい子犬たちの生活に思いを馳せて癒される時間はとても貴重です。子犬は成長し、やんちゃな少年犬になりました。ある日、近所の友達の犬たちと一緒に遊んでいると、子犬はふと立ち止まりました。斑点模様がある犬たちがいくつも固まっている光景に、なんとなく寂しさを感じたのでした。帰宅後、子犬はお母さん犬に相談しました。なんで僕たちだけ斑点模様を持っているの？もっとたくさんの犬たちにも同じ模様があったら嬉しいのにと。すると、お母さん犬は微笑みながら答えました。それって子犬たちにしかわからない特別な絆なのよと、子犬は笑いました。確かに自分たちだけの素敵なベストフレンドなんだと。子犬その後、子犬は毎日のように斑点のある友達たちと遊び、楽しい時間を過ごしました。彼らは仲間同士で、斑点模様がある仲間同士で、とても特別なつながりを感じていました。数週間後、子犬はまた新たな発見をしました。斑点模様がある犬たちが全国にたくさんいることに、子犬はびっくりしました。ダルメシアンという犬種があること、そして自分たちが特別であることを知った子犬は、ますます自信を持って普段の生活を楽しんでいました。子犬が成長していくにつれ、自分自身の犬種や斑点模様について周囲の人たちからたくさんの質問を受けました。子犬はお母さん犬からその答え方を教わり、自信を持って答えることができました。子犬はダルメシアンたちが他の犬たちとは違う特別な存在であることを知り、自分たちと同じ斑点模様を持つ仲間たちを見つけることができたことで、ますます強く愛される存在となりました。子犬のお話は、私たちに可愛らしい犬たちの生活を楽しませるだけでなく、自分自身を誇りを持って表現し、仲間を見つけることの大切さも教えてくれます。